まあとにかくあの模様がなんだかなと思いながらじゃ寝ます。では、おやすみなさい。さあ、あなたは眠りにつきました。そしてまた夢を見ることになります。あなたは見覚えのあるロビーのような建物内に立っています。老若男女が椅子に座り、受付があります。うん、ナース服を着たスタッフが行き交っており、おそらく市内の病院の待合室なのだろうと思いました。なるほど。しかし、あなたはふと鼻につく嫌な匂いに気がつきます。周囲を見渡すと、窓の外、入院病棟の方にも、もくもくと煙が上がっているのが視界に入ります。うん、そして、耳をつんざくような爆発音と揺れ、うん、可燃性のものに引火したのか、炎は勢いを増して揺らめいています。うん、看護師に案内されながら、外に避難をする、そんな夢でした。うん、はっ。また変な夢見た。まあ。今自分が避難してた夢。そう、うん、自分は避難してたので、そうですね、昨日見た自分が焼死する夢に比べりゃ随分マシだったってことですね。なるほど。中の病院見たことあるような気が。今日も事件現場をめぐって何かヒント探すか。ああ、また嫌な夢だな。さあ、またふと机を見ると見慣れない封筒が載っていますね。なるかみ。なるかみ。と言って手紙を見ます。手紙だ。それ。出てきた。読み上げます。おはよう。調査の進捗はどう？事件は現場で起きてるって言うしね。頑張って調べてみたらいいと思うよ。こんな口調だったか？僕は君たちが燃えても困らないけど、燃やしたいって考えてるやつは気に入らないからね。利害関係が一致してるし、ちゃんとサポートするから安心してね。僕は君の味方だよ。あ、今こいつ怪しいなとか思ったでしょ。ちゃんと信じて。かわいい。今日も手がかりになりそうな写真、ちゃんと入れといたから、頑張って調べたね。なるほど。写真をペラ。写真っていうか紙ですけどね。ペラ。が、まあ、これなわけです。おお。で、こうなわけです。あーはーはー。なるほど。じゃあ、まあ、病院に行くか。確かに。病院に行った方がいいかな。じゃあ夏のアンジェラひまわりと合流し、あ、その前に今日のテレビ見ましたか？あ、見てない。見てない。見ます。見なきゃ。じゃあテレビ見ましょうね。ニュースチェック。ニュースニュースニュース、これニュース。昨夜病院で火事が発生した。火元は入院病棟であり、出火原因は現在調査中。はいはいはい。被害が大きくなったのは火災が原因で爆発が起こり、また入院病棟にはお年寄りが多く逃げ遅れ、数名が亡くなってしまったそうですね。死人が出てしまった。マジか。さあ、自分が見た夢が現実に起こっていると知ったあなたは、不気味に思うことでしょう。3チェック、成功0、失敗1です。まあ失敗した。じゃあ1減らしましょう。なるほど。はい。はい。サンササンサンササンチック。愉快。愉快。いっ。ああ、失敗。ダメだ。失敗です。ここに書いてある。マジか。1減らしてください。はーい。これでいいのかな。
はい。はい。お願いしました。ではでは、ですね。こっからはじゃあ、昼、夕方、夜、3回行動できますよ。よし。じゃあ、病院に行きます。はい。じゃあ、病院行きましょう。事件は現場で起きている。ここは病院。うん。中には入れてないんだよね。うん、そうだね、うん。外側だと思ってくれていいよ。あ、でもね、なんかね、外来は通常通り診察をしてるっていうから、マジか。行ける場所は行けてるんじゃないかな。入院病棟だけ。そう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 。なるほどね。さっきの夢の感じだと、確かに、なんか匂いがしたとかは確かに書いてあったけど、外、窓の外で煙が上がってるとかって書いてあったから。確かに、もくもくして。って感じらしいですね。ですね、火災、爆発事故が起こったばかりであり、警察官の姿が、まあ、たくさんいますね。でさっき言った通り、外来は通常通り診療をしていますが、全体的にピリピリした、こう、あの、イライラ感が、現場を流れています。大変ね。火災現場の近くまで行けば独特の匂いが立ち込めていて、薬品の影響かその匂いは今までの火災現場の中でも結構ひどい方です。うわー。っていう感じでした。なるほど。うん。灰になっている。あのマークあるかな。そうなんですよね。マーク確認したいんですけど、警察がたくさん。あ、これ以上近寄らないで。じゃあそこをかいくぐってキョロキョロ。はい。お、成功かな。成功。はい。キョロ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 。アンジェラも振る。どうする？あ、待っちゃった、ごめんね。振ろうかな。これ何？目星。目星。オッケー。やるぜ。ひまわり。おれ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 。あ、来ます。はい。じゃあ二人とも焼け跡の外壁に幾何学的な図形を組み合わせたシンボルマークのようなものを発見しました。わあ。昨日までと同じですか？はい。なるほど。なるほど。やっぱりありますね、あのマーク。なんだろうな。やっぱり黒の組織が。でも、結局火災の原因は何だったんですかね？って言って警察官に話しかけます。あん、どうしたんだい。あの、ここの火事の出火原因って何なんですか？いや、あの、そういう情報はご外部の人に教えられないから。信用、信用2分の1 2分の1信用2分の1は、信用は初期値が7かな、半分は。7だね。ダメです。はい。7、無理。あ、そこの子、君、その帽子かぶった。おう。ヘイ、私ですか？なんか、あの探偵さんにいつもひょこひょこついてくるお嬢ちゃんじゃないかい。どうしたの？私のこと知ってるんですか？あ、見たことある、見たことある。はい、そうです。私は探偵のアンジェラひまわりって言います。あ、もしかして、今回の事件について、あの探偵さんも動いてくれてるの？なんてちょっと勘違いしてるみたいですけど。そうなんです。私、何か証拠をつかんでこいって言われたんですけど、結局、ここの火災の原因って何だったんですか？そうなんだよ。あー、そうか。どうしようかな。教えていいかな、君に。何を言ってるんですか。事件をいち早く解決するためには、協力が必要です。じゃあ、ここだけの話だけどね。やった。はい。
って言って次の情報を送れます。お、やった。これはちょっとノートがあります。はい、こちら音情入った、やった現場の状況としましては、不審者の情報がどうやらあれですね、うん、入っているようで、花かごと大きな紙袋を持った、フードを深くかぶった男の情報が上がっています。わ、顔の半分は包帯でこう覆ってる感じ、で、見舞い客にも見えるけど廊下をふらふらと往復していてる姿が防犯カメラに映っていました。出火原因は使われていない病室の布団類 に火がつけられたようです。なるほど。液体燃料が撒かれたらしく、火はまたがたくたた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 く間に大きく広がったと推測されていますなるほど、とのことです。ってことなんだよ。ちょっと担当さんに伝えといてもらえるかな、これ。かしこまりました。こっちも全力を尽くして解決に努めます。うん、よろしくね。はい、ストップストップストップ千葉先生。お、どうした。なんか怪しい男の人がいるらしいですよ。んー、その人がここは好意に火をつけたみたいです。ほうほう、じゃあこれこれこうこうというのを聞きます。うんうん花籠か。お、シスタスルシタニクスが怪しいな。ですね、私もそう思いました。シスタスルシタニクスなんちゃらかんちゃらが怪しいです。うん、私今日オープンって言ってたな。そうですね、でもここのリシタス先生の場所は誰も知らなそうなんですよね。うん、確かに。うーん、とりあえずウェディングプランナー事務所が今日オープンだからそこに行って、まあ行ってみるしかないよな。じゃあもう一度オフィス街ってことですか。他の場所も調べなくていいんですか。とりあえず他の場所行ってみっか。うん、あと行ってないの。じゃあちょっと地図出しますね。うん、昨日行ったのがオフィス街とセンター街、うん、で今病院行ったので住宅街と自然公園はまだ行ってないです。うん、あ、そうだ、この前のニュースだと、うんうん、オフィス街とセンター街と、うん、住宅街っていうことだったけど、私の住んでるとこの地方紙にさ、うん、自然公園での発火も入ってたんだよな。なぬ、それは知らなかったですね。とりあえず住宅街に行ってみるか。わかりました。はい、うん、じゃあ先に住宅街。了解しました。ここは住宅街。ここは住宅街住宅街です。はい、住宅街。閑静な住宅街は今は平穏を取り戻したかのように一部を除いて非常に穏やかです火災のあった家はその爪痕が生々しく、焼け落ちた柱や撤去しきれていない家財道具が残されています。うーん、現場は木造の一軒家のようです。一軒家、木造一軒家で、じゃあシンボルマークを探したい。あ、ちょっともうちょっと情報あるね。ちょっと待ってね。全焼は免れたようですが、人が住める状態ではなくなっています。火元は台所、うん、っていうのがあのニュースで言ってた通りですね。はい、で、最もひどく焼けているのがわかります。そこの部分が。って感じです。はい。うん、じゃあシンボルマークを探します。はい、じゃあお願いします。お、クリティカル。おー、これも使い切ってしまう。今日調子いいですね。うん今日なんか冴えてんだよな珍しい。お、お前失礼ですね、幾何学的な図形を組み合わせたシンボルマークのようなものが外壁についていました。外壁、そうですね。じゃあそうしてると近くにこう住んでる方のあれですね、井戸端会議みたいのが聞こえてきますね。ほうほう、お、聞き耳立てる。聞き耳を立てます。これさっきのあのクリティカルの音形で、あ、やった、聞こえるにしましょう。はい、
ちょっと奥さん聞きましたって何ですか、うん、ちょっともう疲れちゃったからこの会話はやめて情報だけ言いますけど火災のあった家で少し前に換気扇の修理が行われて新しく取り替えをやっていたそうです。業者の男はマスクをしていて前髪も長く深く帽子をかぶった愛想の悪い男で、取り替えたはずなのに以前より調子が悪くなったとかなり不満を漏らしていたらしい。そうですね、うん、なんか聞こえましたか？うんうん、あのすいません、あんな、なんですか？いやー今あの換気扇の話聞こえて、うちもちょっと換気扇が調子悪くて頼もうと思ってたんですけど。換気扇ね。何ですか、なんか頼んだらまずそうなとこがあるんですか？いやでもどこの業者に頼んだとかちょっとそこまではわからないのよ。あーそうなんですね。いやなんかうちも今いろんな換気扇業者調べてて、なんかそこに当たったらやだなと思っちゃったんですよね。うちも怖いわー。ねー怖いですよねそっかありがとうございます。あいえいえ、じゃあどこかわからないと。なるほど、じゃあ売り込みに来たんですかね、また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 うーんなるほど、換気扇か。うーんでも思いました、このマークがついている火災現場は何かしら知らない人が突然、うん、そうだな、突然現れてるな。現れてる。いや、でも、そうか。ウェディングプランナーには変な人現れたけど、コーヒー店にいたのかはよくわかんないけど。うん、でも、客のっていう客は分かんないんだろ。確かに客はよく分からない。でタバコも不始末だし。うん確かに。まあそっか。あと何か手がかりになりそうな。まあでもマーク見つけましたしね。公園行ってみますか。公園に行くかウェディングプランナー事務所に行くか。どっちがいいだろうか。ウェディングプランナーやってるうちに行った方がいいですかね。行ってみるか、はい、ウェディングプランナー事務所に行きます。はい、で、そうですね、と移動しようとして先に皆さん幸運食ってもらっていいですか。うわー怖、なんだなんだ、失敗、幸運振ります。うん、わかりました。はい、成功です。そしたら聞き耳かアイディア高い方でいいので振ってください。全員です。頑張れ。全員です。全員です。なるほど、はい、なるほど。成功。うん。はいはいはい。あ、成功じゃないかも。待って。あ、失敗だ。失敗か。頑張れ。よし。あ、成功です。はい、わかりました。そしたら、では、千葉さん。はい。回避2分の1でロールしてください。そうでしょ、回避2分の1か、12だ。なんだなんだ、まずいな。わー惜しい。うーん失敗。ガンドン急にで、頭か。じゃあいいや、先に 1D6 すいません振ってください。5か。じゃあ頭かな。ガーンって、9
急に頭に衝撃がきます。あ、ショックかも。マジ9しかないから。へえ、ショックロール。ショックロール。マジ、ショックロール。ショックロールって言われてた。あれ半分以上だよね。そう、半分以上ショックだ。うへえ、待って、ショックロール、ショックロール。ちょっと久々、ショックロールなんて久々すぎて、ちょっと待って。いや、ほんとそれだわ。やば。ショックロール。やばいやばいやばい。どこに書いてあるんだろう。まあ、一般人だからな。それな。うん。頭殴られたら、まあ、こうなるよね。確かに。なるね。なんだろう。ショック。プレイヤーは D100 回して、コンかけ5以下を出さなければならない。コンかけ 5?5 以下。5415。おピッタピッタ ?OK! ただじゃあ意識あります。ギリギリ意識はあります。あー、よかった。いって大丈夫ですか、千葉さん。てぇなぁ。お痛い目に遭いたくなければ余計なことをするな。と言って、鉄パイプを探索者たちに投げつけて、立ち去りました。てんめこの野郎って言うけどフラフラしてますね。追いかけられそうにないですね。うん、うん、頭なので。もう最悪だ。また怪我。また怪我。また怪我してる。大丈夫ですか。たたたたたあれ確かなんか手当てできるの持ってもなかったでしたっけ。自分で応急手当て50。はい、どうぞ。失敗。ああ、やっぱ千葉さんは千葉さんだった。手当て持ってますね。50あります。あ、よしよしよし、私が千葉さんを手当てしてあげますね。いや、心配だな。レッツゴー。危ねえ。えぐってくるとこだった。危ない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 、死ぬ、致命傷になるとこだった。危ない危ない。すいません、私あの応急手当ての技術ありませんでした。でじゃあまあそんなこんなで、はいはい、まあちょっと、はい、じゃあそんなこんなで移動します。フラフラですが、フラフラですが、するけどフラフラですが、やばい、フラフラですが、このハンカチ使ってください。いや確かにちょっと借りるわ。ちょっと待って、ね、一回トイレに行きたい。はい、では一度休憩しましょう。はい、じゃあトイレ行ってくるので、はい、お待ちください。待ってます。はい、いってらっしゃい。じゃあ話しててください。セルフ乙姫してても離れていけないから、はい、うちのトイレ。てんてんてりてん。セルフ。セルフ乙姫。あー、セルフ乙姫。何もないよ。ないね。何もない。じゃーって言っとく？こっちでじゃーって。じゃーって。